おはようございます。サッコさんです。おらけ絶景でございます。イエイ立ててしまいましたね。はい、イエーイ。久々の2人です。イエーイ坊主。はい、これでいいわ。バリ雑。はい、とのことでですね、今日は、6月27日の火曜日です。なんでまだそれは火曜日って不安で俺に聞いてんの。はい、火曜日です。はい、はい、今日はですね、京都の北山京北、北山京北どっちなんやろうな、どっちかな、まあまあそっちに来てます。はい、今日はですね、廃村八丁、知ってる人は知ってる秘境ですね。そちらに向かっております。花瀬からずっと抜けてってですね、今かなり山奥に来てるんですけども、今日はここからですね、一座ピークを抜けます。品谷山かな、880メートルを超えてそのまま廃村に行き、そこで撮影終わったらピークからピストンで戻ってくる、こんな感じのルートで行こうと思ってますので、はい、まあ、こんな風にね、佐古さん話しますけどね、皆さんここね、昼地獄なんですよ。昼に刺されたら今日どっちが何発噛まれるかっていうのを撮ってもらえますからね。そうなんです。はい、多分めちゃくちゃ昼いると思うんで。そうなんですよ。で、俺山ビルダー忘れたしね、どうしようかな思って。もう僕ボコボコに刺される格好で来てるんで。じゃあもう M なんでね、ほんまにこの人は M なんで、もうどんどん輸血していきます。昼に久々2人いやー言うたらもう昼地獄で。でも今日雨のね、なんか霧がむやむやして、ハイゾーン撮りたいって俺の力ですわ。これも晴れ男、見てください。これ皆さん晴れてるし、見てください俺のこの顔光ってる、見える見える、太陽系見えるから。あ、要は雨降らして。無理無理、それは無理。はい、まあそんな感じですね。あのちょっと素敵な映像を残せればと思ってますので、で、はい、あの他の動画は結構その配送はメインで映るんですけど、道中あんまり実はあの上がってるところないので、そこのルートですね、そこはしっかりちょっと僕らの動画で残せようと思ってますので、まあまたぜひ参考にしてみてください。はい、では今日も一日よろしくお願いします。行ってくるー。まだこれやんの。今回は京都京北にある秘境廃村八丁へ向かいます。土地争いの末、明治初期にできた集落であり、当時は文教場まであったこの村は、昭和16年の豪雪被害を最後に廃村、現在まで形を残している過去の遺物です。ルートは山深く、藪や沢など注意箇所も多くあり、ある程度の装備と準備が必要なので、事前にルート計画と複数人で行動することをお勧めします。ですが、廃村そのものはとても美しく素晴らしい場所なので、一度は見る価値ありの場所でした。はい、では登山口ですね。テロップ流します。今日ちょっと文字読めへんところ多かった。はい、広高架2人とも漢字だから一緒。はい、いきなりガーッと上がっていきます。まあ、のヤマップでですね、また記載もちろん残しておりますので、参考にしてください。入山される皆様へ、ここから段の峠を、向かうまではと書いてますね。ここの DN1 番、ここから踏み跡がやんわり見えてますけど、こう上がっていきます。では早速行ってくる。さあ、前日に雨、そして、本日も曇りのち、もしかしたら雨予報って感じだったんで、山の中では降ると睨んでますが、もうすでに、土はもう濡れてジュルジュルなってますね。昼いつ出るかね。お話し通り、早速ぐん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 登らされてるような感じですね。はい、どんどん行く。はい、そうですね、まあ、上がってたこの桜里峠、いや絶対読み方ちゃうと思うねんな。無線中継所が出てきます。もう脇からずっとあの踏み跡しかり出てますね。そう、先ほどその車止めてる場所もですね、その桜里峠、そこですね、ナビでも出てくると思うんで、そこからあの入れますので、ぜひ参考に。ジメ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 きたー。さあ楽しみですね、どんどん行く。はい、ですね、こんな感じですね。あれこれ、あ、
いつものや。いやちょっと待って。さあさあ、ではですね、早速ですね、今回はあのガンガンこう上に登るというか、こう横に進んでいくような感じなんで、めちゃくちゃ標高差はないんですけども、高低差はないんですけどもね、まあ結構破ってる道が多いので、まあまあいつもと変わらん景色です。いやでもここで聞いてたからね、毎回こうやって前半楽や思ったら後半地獄見るんだよ。毎回そう、佐藤さんと俺が行くときはなんか最後に絶対なんかあるんだよ。そう、何か絶対今日も起きると思う。昼に50ピック余ってるとか。あ、最低やもん。あの虫かご持ってって集めればよかったの。はい、まあまあの通過ですね。ポイントは分岐とかそこまでないと思ってるので、道なり進んできます。変わらずですね、踏み跡しっかりあるのと、まあのナビはもちろん必須だと思いますけども、結構道は分かりやすいですね。徐々にですね、坂出てきてますけど、まあまあいいぐらいの感覚で登らされてます。はい、はい、今ペースよくですね、軽快に登りながらもお話しながらもってところです。先ほど言ったように道はね結構分かりやすくてね、あのすごい気持ちいい山ですね。北山の中でも結構ここ歩きやすいなって思いました。はい、まあしばらくまた注意ポイントなさそうなのでね、ちょっと尺飛ばしになるかもしれませんけど、基本的に一本道続いてます。はい、はい、今日一の激急登コース、まあ30メートルぐらいか、でも、まあ、上がりましたね。でもちょっと今日はね、あの足元が緩いのがあってちょっと歩きづらさはありますけど、あとずーっとここも上がってきますね。はい、そうです。はい、ではですね、第一ピークが今これ860ぐらいやったかな、40か忘れた。ピーク兼分岐です。ですね、ピークの、はい、何番って書いてるのかな、読めへんな、剥がれて5番かな。こちら側がの段の峠、ですね、こっちからでも実は行けるんですけど、今日結局中ルートはこっちは使いません。で、もうハゲてて読めないんですけど、何かプレートがあります。こちらですね、プレート側の方に対してが、今日取る、ルートですね、品谷山、ちょっと読み方違うかもしれませんけども、そちらに目指していきます。880やから、ここからもう30、40高いところですね。ここから品谷山3つ目のピークやね。そうですね、何個かだから860度からすぐそこにあって、アップダウンちょっと繰り返してですね、そこから稜線歩きになって、ちょっと登って2個目のこれ、ハブロでしょ、まあ、ここから。そうですね、この次のこれでしょ、見てる限りもう1本ですね、戦場に。ギリ品谷山まで出たね、俺も。いけるわ。でも何回でも大阪さん1時間近く登ってきてる。何やかや、歩いてますね。はい、ではそのままですね、またまっすぐ行きます。ここもちょっと合間取りますけど、そんなに箇所なかったら飛ばしていきます。はいはいはい、やっぱりこのそれぞれのフォルムで違いが出ますね。はい、現在ですけども、もうあのいわゆる先ほど言った通りですね、山の間もう稜線をずっと歩いてる感じになりますね。はい、なんら特に問題なく歩けてる。なんかあるんですか、何それ。あ、キシャン、ちょ、うん、これ。はーい、今現在ですけども、ほんまにこう歩きやすい道、あ、ちょっと外してたな。で、今登り返して、この登り返しのこの山が、品谷山ですね。改めて、なあ、もう特に危険箇所なくゆったり登れます。はい、じゃあまあ頑張る。はい、ではですね、その道なりに沿って歩いてきて、品谷山の山頂 880m に到着してます。あ、三角点ありますよ、ルケンさん。プレートはある、大きいの。立派なありますね。大きいの。大きい。ほんまや、行っちゃう。行っちゃうな、これ。行っちゃう。江戸でしょ、江戸でしょ。はい、では、品谷山。880mですね。結構、眺望ないんですけども、いい、なんかいいっすね。いい感じの。なんだ、ユングって何？うん、まあ、ユング。この名前から。何かの貝の名前かもですね。三角点ありです。では、はい、三角点タッチ、タッチ。
タッチタッチタッチブルー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 なんかあったね、洗剤感あった気するゼキさんではちょっと感想ここま、シナ谷山までの感想どうぞ。感想はね、今日は頭が紫だと。はい、それだけそう紫なの。だって最近ね、ちょイメチェンしてるんですよ。サコさんは坊主にするし、サコさんも取らないと三角点は。そうそうね、ちょっと伸び始めてちょっと気持ち悪く丸もみたいになってるでしょ。俺は昨日染めましたということで感想やねあのね、初めてですよ京北で。楽じゃないけどゲロは吐いてません。ゆっくりですよねここ、うん、だから本番に登りやすい。とあとは久々に1ヶ月ぶりがなんかの2人なんですが、のんびりと喋りながら登ってました。まあ2人とももうね、もうあのね、あの山に自然にね、水は2回、2人とも1回ずつ返しましたけどね。はいそうですね、はい、はい、まあまあ、はい、じゃあの引き続きですね、ここから下山したら、廃村ですね。あー、曇ってきた。出た曇ってきた。絶対雨降らせへんよ鉄拳パワーででは、廃村まで向かっていきます。下山する、はい、改めて品谷山、ここからの道なんですけど、なんかパッと見た感じ、この大きいこれをね、まっすぐ進みそうなんですけども、このプレートに対して左にちゃんと道が伸びてますので、そちらから降りていきます。はい、はい、では、ピークからですね、今降ろされてます品谷峠、の方面に降りていってます。おそらく、まあ、想像での話ですけども、同じような感じの道で続くんじゃないでしょうか。はい、以上。じゃあとりあえずまたガンガン降ります。飛ばせてきてね。わーって出たトランクだったー言うて、鉄拳さー言うて2人してあるとローブリング何やっじゃあここマジ痛い。ですね、今道中注意箇所、かなりトゲトゲの了解。一瞬道がね見えへんくらい破ってるところがあったので、今ですね、あーこれね、そういつだった、俺行きたかった、あー進みづらい。まあ1分2分くらい、ゼッケンさんと2人で一瞬立ち往生して道が見えんくなったっていう箇所がありました。撮る、はい。で、ただ赤線のナマップのこうナビには沿ってます。単純にすごい歩きづらいっていうところですね。はい、品谷峠までの道中、危険箇所ですね。もともと道良かったかもしれませんけども、倒木かなり多くてもう根崩れして、はい、道塞いでます。あんな感じがボロボロで、足場見えないんですけど、結構横すぐそばが谷になってるので気をつけます。このまますぐ行きます。はい、引き続き道中変わらず、結構距離はあるんですけども、危険、まあ、さっきのちょっと危険箇所越えてからはまたこんな感じの道筋でずっと行きます。あとはもう八丁村まで、八丁村、はい、廃村までガーッと降りてきます。はい、今ガーッと降りてきて、ようやくですね、廃村入り口ってなるんですよね。ここちょっと分かりづらいので、ここの目印だけ忘れんようにしておいて、道ずっと尾根にまた上がりそうなんですけど、こっち下にどんどん降りていく道があります。今書いてる標識以外に目立ったものがないので、ちょっとパッともしかしたら道やり過ごしそうな道ではあります。はい、じゃあ降りていく、はい、はい、あとじゃあどんどん降りていく。おー、はい、雰囲気こんな感じ、結構広いので、見方によっちゃ道取り違える可能性もあるかもしれません。ここ谷間の間進んでますね。はい、あと30分ぐらいと見てます。沢のところだ。はい、ロープありでだんだん石積みが積まれてますね。で、下にサバンナとは聞こえるので、そろそろ廃村のなんか跡地見えてくるんちゃうやろかと思ってますけど、どうやろう。行く、そうです。はい、では地図上には載ってませんけど沢に沿いました。ここからいよいよ多分出てくるんちゃう、ヒーラーパーティーですね。はい、じゃあ沢に沿ってずっと降りてきます。はい、ええ感じの沢、はい、ずっと降りる。あー、小魚がおる。はい、図書を繰り返します。図書を繰り返してどんどん歩く。綺麗やな。沢がずっと続くんですけど、その分ちょっと歩きづらいな。結
構時間取られます。ここ時間取られますね。まっすぐ行く。ここを当たりたいけどこけるね。行く。うわー綺麗。うわー木のトンネル。よいしょ。結構苦労するで。はい、苔でかなり滑ってちょっと危なかったので、こっからちょっと同じ風景やったらサバ越え全部飛ばします。後ほど。だいぶちょっと危なかしいとこ降りてきて、まだ沢に沿ってるんですけども、かなりですね、なんていうかなだらかになってきたので今非常に歩きやすいですね。で、この流れでですね、多分もう配送まで行けるんじゃないかと想定中で、ちょっと時間を押してしまったので今かなり歩きやすいのでここ巻きながら進んでます。結構ペース速くしてる。ウェイ。あー気持ちいいな。晴れてきたわ。村に近づくごとに晴れてくるわ。はいはいはい、どんどん。はい、ではですね、沢を降りましたらようやく見えてきましたね、明らかな人工物生垣。今ですね、ハイソン八丁の多分橋の方に入ってきてると思います。ここから先にですね、いろいろと多分昔のですねと名残がたくさん残ってるかと思うので、ちょっと散策して、また比叡山の廃墟みたいな感じで、ちょっとここからも言葉よりかは映像で楽しんでいこうかと思っているので、いろいろちょっと撮影撮っていきますね。
入れよ、入れる。はい、ではいかがでしたでしょうか。結構いろいろ調べてみるとですね、あの奥の方までいろいろ続いてて、あのなかなかちょっと行きづらいところもありましたけども、石畳の道っていうんですか、あれは石垣道ですね。石垣みたいな上りの道やね。よく昔の神社に登っていくようにあった道やね、田舎の方である。私あの本当随所随所あったので、本当にあの人の生活が見えたんやろ、あったやろなって、なんかちょっと見え隠れもしましたし、あのね、年中ね、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 ムカつくねん、お前は。ね、そう。まあでもあのああいうね、なんか日ありましたね、今あったし、まあ、本当にですね、あの昔のこう名残がすごい見える神聖な、なんか神秘的な場所でしたね。見えるね、昔子供らがその沢で遊んでたやろみたいなね、こんな昼だらけのところで。そうそう、昼はいましたけど、ね、ほんまね、ちょ最後オープン切りますよ、ちゃんと。あのさっきサコさん撮ってる時に俺指に昼つくいつかれて、僕塩水とか持ってるからすぐ行けますよ言ってる、何も読んでも撮影に必要で来てくれんかって、俺ここずーっと昼に疲れてごめんってペーンって弾いてったもん、座れてないから。そういうけど僕は絶景創生の川入らされましたからね。見てるね、見てるね、これエンディングやもんね。あれは俺がもう撮れたから多分見たんで、怖い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 。はい、まあ改めてですけどもね、廃村八丁、まあまあでもなんか機会があったらまた来たいなと思えるようなところでした。ルートも楽しかったですし、でもう思ってたよりここまでがだいたい4キロ5キロですけど、結構体感的には距離ありましたね。だいたい3時間ぐらいですね。ね、沢があったんで、やっぱ崩れてますわ途中途中。やっぱり京都の山土質が多いんで、もう崩れてるというか多々あったんで、わざわざ仙台とこ図書をしたりとかしたんで、結構ね3時間はい図書は多かったです、うん、はい、で帰りはもう正直ピストンで帰る予定なんですけども、ちょっとルート別のルートから周回して帰ろうかなとやっぱり思いましたが、もう帰りは取りません。ここまでをちょっと着地で今日は止めさせていただきますので、改めて今日は品谷山かな、 880m の山を一回抜けて品谷峠から折り返し沢を降りて、この廃村八丁ですね、で終わりといったところ、ピストンで一応約9キロぐらいっていうイメージでございます、はい。まあ、最終なってもちょっと違う道行っても帰り最終10キロまでやろうね、うん、やると思いますね。まあちょっとこんな感じのね、今回はちょっと秘境巡りというところ行きましたけど、また次もですね、このザコ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 はザコは低いで、俺足高いから、ザコゼザコゼッケ、もうやばい、もう言わないともういいよ、もうだからもうここで言うけど、から俺はザコさんのメンバー相棒ファミリーで、サコファミリー、このあれは、はい、俺の絶景スタイルで言ったら絶景ファミリー、それを全部合わせて仲良しクラブでいいや、イエイ。まあ本当にね、こんな感じでこう京都の山だけでなくてね、こういった秘境巡りもしていこうと思ってますので、また次回も楽しみください。また久しぶりに今日2人やったんでね、またのんびりする、ダラダラする、面白いのを楽しんでくださいな、はい、はい。ではこの後も気をつけて帰ります、はい、ではまた会いましょう、バイバーイ、バイバーイ、さよなら。みんな諦めが肝心だよ。さあ、行ってみよう。はい、帰りはもう諦めた。もうバッシャバシャで帰る。ねえ、すごいよこれ。もうだから変にこういうかけとかの渡りを、ここにその奇跡を信じていくんやったら、もうどっちかと見て、こういうの安全やつしちゃって。確かに。今までは多なかったね。で、壁一に振り。ああ、サコさん、もうそんなもん。ちょっと待って、考えるわ。道やん。ここは道や。催眠術や。お、走れ、走れ、走れ、ダイビングー。へへへ。いや、